楽しく行動し成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまい。ワイルドコーチングの佐藤ですえ。今日はやりたいこと書き出しましょう。やってみた。でも実感がない。あれなんか自分がおかしいのかなそれで自分を責めちゃう。それってあなたのせいじゃないですよっていう話をします。 でやりたいこと、ワクワクすることそういうのをたくさん書き出しましょうみたいなワークってあったりするんですよ実は先日もやったんですけどこれ自分自身で個人ワークとしてやるケースもあると思いますし何かのこう団体でグループでやるっていうのもあると思うんですが、まあ、こういうのをやるときに 実際にたくさん数を書き出したけどなんか実感がないそういう方、まあ、たまにいらっしゃるんですよでそういう方って結構真面目でいらっしゃって自分を責めちゃうんですよねなんか自分がおかしいんじゃないかなんか自分がなんか能力がないんじゃないかとかちょっと脳がなんかおかしいんじゃないかみたいな感じで 自己否定に入ってしまうパターンがあるんですね。で、それってものすごくもったいないんですよ。で、それはあなたのせいではないですよ。という話をします。で、脳の話を最初にしたいんですね。え、脳はざっくり言うと考えるの人間のですね。これは思考とか理屈をやってます。で、それを支えているのが動物の動かすのですね。感情とか行動をやってるわけです。 でこのワクワクするとか何か実感があるとかっていうのはここなんですよ。ただこれって年を重ねて良くも悪くも大人になっていくとですねやっぱり周りの目がとか社会が世間体がということでどん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  このような感じでこう薄くなってわかりますハートが薄くなりますね弱まるんですよね弱まってしまう自分が楽しいとか嬉しいとかワクワクするそういった時間って大体大人になっていくと短くなっちゃうんですよ それは、義務とか責任感とか、まあ、責任とか立場とか役割とかまあそういうもろもろなものがですねこう出てくるのでだんだん抑えつけられてしまうんですよね。で今回のケースも、まあ、たまたまこの方もそれに近いんですよものすごく真面目で責任感が強いそして人がいいんですよ ものすごく空気を読むものすごくこの場をこういい状態にしようと努めるんですよね。でそれは素晴らしいんですが自分自身の個人としてのこの欲求とか本音とか感情っていうのがこうだんだん自分でもわからなくなってきているそういう状態なんですよね。そこで、まあ、コーチとしての関わりが重要になってくるんですが。 本当はどうしたいんですかという状態でこう話を伺っていくんですよね。そうすると最初はですね、うーんとかいう感じなんですよ。いろいろとですね、例えば、今好きなことはとか、今じゃなくても、昔好きだったことはとかあ、こういう時なんかすんごく楽しかったなとか、ワクワクしたなとか、そういうことってどういうことですかみたいな話をしていくんですよ。そうすると、うーんとかいうのがだんだんですね、こう昔の方にこうそういう記憶をたどっていくわけですよね。 であ、そういえばとか言ってあのこういうことがあったんですみたいな話をするわけですよでそこからヒントを得てですねじゃあもしもう何もですねもう全部自分がもう思う通りにできるとしたらどんなことをしたいですかそしてその状態がまあ実際に実現してたら どんな感じがしますかちょっと想像してみてくださいとそういう話をしてみますそうするとだんだんとこのハートの部分ですね実感が出てくるんですよねじゃあその時どんな光景が見えますか、まあ、この方の場合だったら好きなもう本当に好きなこう芸能人有名人の方がいるんですねで握手会があったら会いに行ってしまうそして握手をしてもう本当にこう ま同性なんですよね同じ、まあ、女性の方なんですがその女性の有名人もう本人も言ってましたけどまさにこう恋をするような感じでもう本当にその人と会って握手をしたその数日間はこう食事も喉に通らないぐらいもう感動しちゃってというそういう方なんですよでその方と友達になって一緒に食事に行く、まあ、そういうのできたらすっごい嬉しいワクワクする っっていうことを言で,すよ、ね、で仮に「じゃあその一緒に食事に行く」って言った時にどういったところで食事に行きますかでお店は居酒屋さんですかそれともバーみたいなとこですかそれとも焼肉みたいなとこですかこう詳しく話を聞いていくんですねそういやこういう感じがいいとじゃあそれはテーブル席ですかそれともカウンター席ですかいやこう面と向かうとなんかちょっとこう緊張するんでこう横並びの感じがいいですかねしかもちょっと半個室。 みたいな、でこうじゃあ右に座る方がいいですか左に座りたいですかいやちょっと自分はこう右側の方がなんかしっくりくるんでとかっていうことをやっていくとですねだん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 ですねこう実感が出てくるわけですねじゃあその時どんな光景が見えますかそういう感じですねこう関節者こう横目でちらっとその憧れの女性でももう友達関係その方の横顔が見えたりするわけですよ だだだだん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 本こうその気になってくるわけですよでどんな会話をしてますかでどんな受け答えをしますかこういろいろ聞いていくわけですねでこういう話をしていくと最初は実感がなかった状態でもやりやりと感じられますでこうこのクライアントさんのね顔を見てるとこう表情がねこう好調してくる好調ん こう少しねあ,あ,からあからんでくるっていうんですかね少し興奮してくるんですよ、まあ、いわゆるその何ですかねドーパミンが出てきてこうもう本当にワクワクしてるというような感じですよねその表情がもう手に取るように分かるわけですねでこれ何をやってるかっていうとこれ抽象度なんですねこう最初にこのクライアントさんが言葉でこうたくさん書き出すってやってますよね言葉で書き出す これっていうのは抽象度で言うとちょっとこうある程度高いんですね言葉だとで実は抽象度をこう下げると臨場感が高まるんですよねですからちょっと言葉で書き出しただけだと臨場感が低いんですよまだ なんか文字っていう感じなんですねあの紙に書いたシミみたいな感じなんですよね。なかなかこう,うまく想像できないっていうことがあります。まあ、人によってはパッと想像できる人もいるんですがなかなかできないという方もいます。で今回のケースはそういう方でした。でこの状態から臨場感を上げたいのでどん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 このように抽象度を下げていくようなことをするんですよ。つまり五感レベルです。で先ほどの コーチの関わわりとして相手はどんな人でですすか具体名を聞くわけですよ有名人で言うとそしてどこに行きたいですかいや食事に行きたいですどんなところですか居酒屋みたいなところでで向かい合ってではなくて隣でということですよねで右に自分が座って左に相手の方が座って。 五感レベルで感じられるようにどんどん作り込んでいくんですよ。そうするとリアリティ。が高まっていくんですよね。これ臨場感ってセンスオブリアリティってことですから、もうこのリアルな感覚増してくるわけですよ。そうするとこの居酒屋さんで座ってる感じ。これ触覚ですよね？そして好きなカクテルを手で。 このグラスを触っているこの冷たさのひんやりとした感じそういうのがありありと出てくるわけですそれが何かこのように人間の言語というのは人間のですねそこからこの動物脳の方に働きかけていくわけですこっちの方にどん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 浸透させていくわけですよね動物脳というのはこのように 無意識に制御していくのでもうまさにそのコーチングセッションをしている状況が憧れの有名人のあの人と一緒に居酒屋で横並びで楽しく友達関係としておしゃべりしている状態に移っていく、まあ、タ,タイムスリップっていうんですかねそういう状態になるわけですよ。臨場感空間が 移動しているわけですよねそっちの方に。でこれは最初に言葉で人間,脳でこの,ように人間の思い使って言葉で書き出してたのをコーチ,ンコーチンがどんどん関わって動物に働きかけていくことによってこのようになっていくわけです。そうするともう本人としてはものすごく実感が出てくるわけですよね。 リアルな感じになってくるわけですよ。なんかもうその気になってくるわけなんですね。で、じゃあそのあなたが描いているその状況にするためにっていうことでだんだん現在ですよね。今やれることなんなのかっていうことで逆算してくる。逆算で現実に戻ってくるということなら でこの人間脳と動物脳そして体がホットになった状態で逆算で戻ってこないとリアルじゃないんですよほとんどの状態はこれがホットじゃない状態で実感レベルがない状態で今現実これってなるとはっきり言ってモチベーションやる理由全然変わってきちゃうわけですねこれがコーチングの 一つの大きな役割なわけですね。もう彼女なんかはすごくバーンとまさに火がついた状態になるわけです。はい今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。